皆さんこんにちは。今日は肩のトレーニングやっていくんですけど、今日のテーマが重量を伸ばしていく種目と、そうでない種目、回数を伸ばしていく種目っていう感じで、まあどの種目も重量を狙っていくと、まあ、なかなか、逆に更新できなかったりとか停滞してしまうっていうことがあったりするんで、まあ、その重量を伸ばしていく種目っていうのを、まあ、ある程度制限してやっていくような感じで、肩のトレーニング、まあ、肩だけじゃなくて胸とか背中でもそうなんですけど、まあ、主にビッグスリー、ベンチプレス、スクワット、デッドリフト、まあ、その辺は重量を伸ばしていくっていうような感じで僕はやってるんですけど、まあ、肩に関してはプレス系、ショルダープレスがその重量を伸ばしていく種目として捉えてるんで、このスミスマシンでのショルダープレス、10回3セット、これを今日は1種目目にやっていきます。まあ、次回ショルダープレスやるときは、まあ、今の重量よりも 2.5 キロ、5キロでもプラスしてまた10回できるようにっていうふうにいつもメニューを組んでやっていってます。ではスミスのショルダープレスを、3セットやっていきます。ショルダープレスに関してはできるだけ胸を張らないように、胸を張っちゃうと特にこの胸の上部に負荷が逃げちゃうんで、肩だけに負荷を入れたいんで胸は張らずに、肩甲骨ニュートラルの状態でプレスしていく、この辺を意識してやってもらうと大丈夫かなと思います。今度マシンでバックプレスやっていきます。これもプレス系なんで重量こだわって、まあ、更新できるように意識してやっていきたいと思います。前回僕がやったマシンのバックプレスの重量が 11.3 キロで25回ぐらいやった記録があるんで、今日は14キロに上げて4セットやっていきたいと思います。以前このマシンのバックプレスの動画を上げたときに、なんで後ろ向きでやるんですかっていうコメントがあったんですけど、後ろ向きに座ることで、フロントとサイドにも負荷を入れやすくするために後ろ向きバックプレスでやってます。もちろん前向きに座ると、よりフロントにしっかり負荷っていうのは入るんで、まあどっちでも大丈夫です。じゃあ3種目目、ここからレイズ系に入っていくんで、インクラインのダンベルレイズやっていきます。レイズ系は回数狙っていくんで、前回6キロで15回できてたので、今日はまあ17回ぐらいを目標にやっていきます。20回できるようになったら重量を1段階上げて、また15発ぐらいを狙って、でそれがまた20回できるようになったらまた重量を1段階上げてっていうような感じで、まあ、回数重視でやっていくので、このインクラインのフロントレイズ、これを3セットやっていきます。
3種目目、今度はビアデルト狙っていく種目やっていくんで、ベンチを使ったビアレイズやっていきます。でベンチを1段階だけ起こしてるんですけど、まあ、これ起こす意味っていうのは、まあ、単純にこの下ろした時にダンベルが下についちゃうので、そこで負荷が抜けちゃう。なのでそれを防ぐためにベンチシート1段階だけ上げてます。別にこの角度じゃないといけないとかそういうことではないんですけど、まあ、できるだけフラットに近い状態にしたいんで1段階だけ上げてるっていう感じです。でリアレイズも可動域っていうのはそんなに大きくは取れないんで、どうしてもやっぱり回数で、負荷を稼いでいかないといけないと思ってるんで、まあ、回数20回ぐらい狙える重さセットして、4セットやっていきます。でまた次回、リアレイズやるときは1段階上げて、20回狙っていく、そんな感じでメニュー組み立てていってます。のトレーニング2種目目、今度はこいつ、まあ、ローローを使ってリアやっていきます。で背中じゃなくて肩のリアに入れていくので、肩甲骨をしっかりと開いた状態で寄せないように、あくまでリアだけで引いていきたいんで、まあ、肘からしっかり、ローイングしていきます。じゃあこれも4セット回数また20回狙ってやっていきます。ローローでリア、肩のリアをトレーニングするときのポイントなんですけど、肘を下げないようにするのが大事です。肘下げてしまうと背中で引きやすくなっちゃうんで、肘をしっかり張ってローイングの軌道の延長線上に肘を持ってきておいてあげる、これがすごく大事なんで、肘をしっかり起こした状態、まあ、脇を大きく開いた状態でリアで引いていきます。じゃあ肩のラストの種目はダンベルを使ったサイドレイズやっていきます。サイドですね。で今日はサイドは1種目だけで終わらせていきます。普段はフロントとサイドの日か、フロントとリアの日で、サイドとリアの日っていう風に、まあ、3パターンで分けてるんですけど、まあ、今日はせっかく動画回してるんでサイドの種目を1種目だけ入れていきたいと思います。でサイドレイズ4セットやった後に、回数を落として2セットで、さらに1段階落として1セットというような感じで7セットやっていきます。このサイドレイズも可動域そんなに稼げる種目ではないんで、回数は今日は30回ぐらいを目安にやっていきます。これも高回数の種目です。ダンベル1段階落としてさらに2セット、サイドレイズやっていきます。じゃあラスト1セット、重量2段階落としてもう1キロのダンベルでサイドレイズ、これ回数決めず限界までやっていきます。Thank you.
今日の肩のトレーニングはこれで以上です。で今日伝えたかったのが、重量を伸ばしていく種目と回数を伸ばしていく種目で、区別してるっていう話でした。今日の肩であれば、僕はプレス系は重量を求めて、それ以外のレイズ系とか、そういうものでは、回数しっかり稼ぐっていう意識でいつもやってるんで、皆さんによければ参考にしてみてください。皆さんもしこういう動画参考になったら、コメント、いいね、登録よろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。チカラー。